ペロポネソスは、ギリシャ共和国の広域自治体であるペリフェリアの一つ。ペロポネソスは、古典ギリシャ語音に由来する日本語表記で、現代ギリシャ語音は、ペロポニソスに近い。ギリシャ本土最南端に位置し、ペロポネソス半島の大部分を占める。主婦は、中部のトリポリ。面積15,490平方キロメートル。 人口は638,942人。バルカン半島最南端に位置し、ペロポネソス半島の大部分を占める。半島西北部のアハイア県とイリア県は、西ギリシャ地方に属し、半島東端のトロイジナ周辺は、アッティキ地方の飛び地となっている。ペロポネソス地方最大の都市は、南西部のカラマタである。メッシニアコス湾に面した。 港湾都市であるからまたは、西ギリシャ地方に属するパトラに次ぎ、ペロポネソス半島、第二の都市である。東北部のコリントス、中部にある、ペリフェリア主婦トリポリがこれに続く。1万2人以上の都市には、東北部のアルゴス及び、ナフプリオ、南東部のスパルティがある。2001年国勢調査による、都市人口は、以下の通り、ペロポネソス地方は、 近代ギリシャの独立以来の領土である。1987年の地方行政改革により、従来の地理的な地方に代わる行政区画として13のペリフェリアが設置され、ペロポネソス地方が設立された。2010年の地方行政改革によって、ペリフェリアの権限が拡充され、従来内務省による任命制であった知事が公選制となり、 広域自治体となった。ペロポネソス地方は、西ギリシャ地方、イオニア諸島地方とともに、ペロポネソス、西ギリシャイオニア諸島管区に属する。ペロポネソス地方、ペロポネソス地方は、以下の5つの行政区から構成されている。これらの地区は、2010年の地方制度改革以前は、自治体としての県であった。エラフォニソスペロポネソス地方には、 基礎自治体である市が26ある。下表の番号は、右上地図の番号に一致する。なお、地図に番号が振られていないエラフォニソスは、モネンバシアの南にある。ペロポネソスの幹線道路、鉄道網、国道8英号線のコリントス出口付近、ギリシャ本土とペロポネソス半島の間の、コリントス地境に交通路が集中する。ペロポネソス半島の幹線は、 コリントスから半島中部のトリポリを経由して南西部のカラマタ方面に至る路線とコリントスから北西部のパトラ西海岸のピルゴスを周りからまた方面に出る路線とで構成されているアテネからコリントスを経由してパトラに至る路線コリントスからペロポネソス半島を縦断してカラマタに至る路線が幹線にあたり欧州自動車道にも指定されている なお、パトラ郊外のリオには、コリンティアコスワンタイガンとの間に、リオアンディリオ橋が架けられており、ギリシャ西部の南北交通路となっている。トリポリ駅19世紀から20世紀にかけて、ピレウスパトラペロポネソス鉄道会社の路線を敷設した。アテネとパトラを結ぶ路線については、アテネキャトカンで電化、標準機の新線が開通し、プロアスティアコスが走っている。 ナフプリをこう、ここでの都市は、中心市街地区を指し、自治体の郊外部を含まない。ありがとうございます。